女優松本まりかがインスタグラムで12日夜に放送された NHK 大河ドラマ、どうする家康への出演を告知。放送終了後、フォロワーから称賛の声が相次いだ。12日は第6話が放送され、タイトルは、続、瀬名奪還作戦。松本は、松平元康、松本潤の正妻、瀬名、有村架純らを奪還するくの一、女大ネズミを演じた。松本は、山田孝之演じる服部半蔵とのシーンをインスタで公開。実に忍んでいるので目を凝らして見つけていただけると幸いです。ラストは山田孝之さんには内緒で監督と企んだアドリブカットも、半蔵でリアクションしてくれました。そんな遊びもお楽しみに、しのべっと綴った。コメント欄には、女大ネズミ、綺麗でかっこいい、マリカさん、かっこよかったです。足ちらがもうに生めかしかったのとほっそと思いました。妖艶で、かつ野生的、山田くんとの絶妙な絡みがさすが、などの声が寄せられた。